では、軽量なデスクトップ環境で windows9x 系のグラフィカルユーザーインターフェースによく似た見た目を持っている。これはシンプルで高速であることを意味する。以前の 1x バージョンはエフロトクと呼ばれる手が加えられた。fltk に基づいていたが、後のバージョンでは純粋な fltk 1x をベースとしている。イクイノックスは？ オープンソースの XWindow システムのデスクトッププロジェクトで2000年にマーチン・ペッカーによって始められた。2002年9月にプロジェクトはソースフォージに移っているが、これは主にソースフォージがサブバージョンを VCS として提供しており、コンパイル環境を持つため FLTK を他のプラットフォームでテストとすることができたからである。エデニでは、 エフロトクは FLTK1X とエドリブと呼ばれる、エデ独自のライブラリーによって置き換えられた。エドリブは、ウィンドウの作成、プログラムの設定の保存、d バスを経由した、コミュニケーション、アイコンテーマのロードなどの機能を持っている。エデには FREEDESKTOP.org のガイドラインに従っている。エデは、Linux においては、KDE、 GNOME, ZUFS のような他のデスクトップ環境と同様なほど一般的ではない。エデ e は Minix3 でオプションのパッケージとして利用可能で、また Arch Linux や Slackware でもパッケージが利用可能である。ありがとうございます。